皆さんこんにちは、タートルフィッシュです。今回はこの島アジを3枚におろしていきます。この島アジは買ってから内臓を取り1日熟成してあります。なのでお腹にキッチンペーパーがあるので取り出します。では3枚におろしていきます。まずは頭を落とします。頭が落ちたら、腹側から包丁を入れ、中骨まで入れます。今回は、高級魚の島アジだけあって、少し緊張しています。なので丁寧に包丁を入れています。腹側に包丁が入ったら、背中側にも、中骨まで包丁を入れていきます。背中側も、中骨まで包丁が入ったら、まだ、中骨に、腹骨と血合い骨がついているので、切り離します。もう片身も同じようにおろしていきます。ちなみに、この島アジ、1匹3200円でした。これで3枚おろしです。せっかくなので、頭と中骨は、使いやすいように切っていきます。中骨は尻尾を落として、使いやすい大きさに切っていきます。関節を切っていくと、簡単に落とせます。頭は、ヒレをすべて取ります。ヒレが取れたら、口から包丁を入れ、真っ二つに割ります。こんな感じでアラの処理は終わりです。身は、必要に応じて、腹骨や血合い骨も取ります。今回は、こんな感じで終わります。島アジは、値段は高いですが、比較的さばきやすくて、美味しいので、皆さんも試してみてください。ご視聴ありがとうございました。